セフタジジムは、ホルタズなどの商品名で販売されている多くの細菌感染症の治療に効果的な抗生物質である。具体的には、関節感染症、髄膜炎、肺炎、肺血症、尿路感染症、悪性外耳炎、緑脳菌感染症、ビブリオ感染症の治療に用いられる。投与法は、静脈注射、または筋肉注射である。 一般的な副作用には、吐き気、アレルギー反応、注射部位の痛みが挙げられる。その他の副作用には、クロストリジウムディフィシルゲリが挙げられる。ペニシリンの服用によるアナフィラキシーを経験したことの、ある人には勧められない。妊娠中や授乳中の人への投与は、比較的安全である。セフタジジムは、第三世代のセファロスポリン系の薬であり、 バクテリアの細胞壁を阻害することによって効果がある。セフタジジムは1978年に特許認可され、1984年に商品化された。世界保健機関の必須医薬品モデルリストに掲載されており、医療制度に必要とされる最も効果的で安全な医薬品である。セフタジジムは後発医薬品として入手できる。 開発途上国での卸売価格は1日分あたり2.84から16.76米ドルである。米国での一貫の治療にかかる費用は100から200米ドルである。ありがとうございます。